はい、えー、それではですね、アメーバブログのリンクを貼って、まあ、そのリンクを有効にする方法ですね。えーまあ、やってみた方が早いので、えー、やっていきたいと思います。えー、で例えばですね、えーとこちらの、こちらのサイト、まあ、こちらのリンクですね。これ、アメーバブログのリンクです。このリンクに飛ぶようにしたいというような感じでやっていきます。まずこれ全部クリックして、まあ、コピーですね。 で、えー、ここに貼ります。貼り付けで。これを改めてまた選択しまして、でこれリンクを押します。で、ここの URL とこういうところにまたコピーですね。貼り付けですね、はい。で、貼り付けをするとこうなります。で、えー、これを決定と押して、タイトル。 やると、まあ、こんなな感じになります普段何もしないと、ただこれ、ただのリンク、真っ黒の部分、真っ黒のリンクで別にこうやって表示クリックできるようにならないんですけど、こうやることによってクリックできるようになります。これはメールアドレスでも同じことで。 例えばこれ、私のアドレスですけども、どうですね、これをリンクとやって、まあ、貼り付けでやると、こんな感じで押すと、もうメールにメールがで、メール送信の画面になるということです。でちなみにですけども、今ありました、この リンクを先を新しいウィンドウで開くというのがありますけども、こちらはですね、えチ,ェックボチェックマークを押すと、え例えば、ここをこうクリックしますよねえ。クリックしたら本来はこのページ自体が、えー、切り替わって、ここのページに行くんですけども、えー、この,この、えー、新しいリンク先を新しいウィンドウで開くと。 いう場合をチェックすると、ここを押した場合ですね、ここのページがそのまま残って、このページが新しく出現するというわけです。まあ、上書きしてページを開くのか、別でページを開くのかという差になります。通常はですね、基本的にはこれはチェックマーク入れなくて、そのページでやってしまって大丈夫です。で余談ですけども、 たまにですね、こんな感じのものがあると思います。はい、続きはこちらで。こちらの部分だけリンクになっているというと時があると思います。こういうのは、まあ、こちらってやった後に、ここのところに URL を貼って決定ですね。そうするとこちらの部分だけリンクになります。これはね、あからさまにリンク,リンクって感じになってなくて、 えー、要はこの、こちらって押すと、そのページに飛ぶというような感じにできます。はいえー、こんな感じで、えー、やっていくとお、お客様がですね、まあお客様というか見てくれた方が、えー、ページに飛びやすいものが作れますので、えー、ぜひやってみてください、はいえー。それでは、今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。